皆様、新年明けましておめでとうございます。ただいまより連合2017新年交換会を開催いたします。本日の集いは新しい年を迎え、決意も新たに連合運動をさらに前進させるべく開催させていただくものでございます。皆様、明けましておめでとうございます。ご対応中の中、このように大勢の方にお越しいただきました。感謝を申し上げたいと思います。9年中は、まさにこの場においでいただいた皆さん方に連合大変にお世話になりました。ありがとうございます。そしてまた今年もより一層いろんな意味でお世話になろうかと思いますが、どうかよろしくお願いを申し上げます。私たち連合はすべての働く仲間、そして時代を担う人々のため不条理に完全と立ち向かっていく、こういったことを申し上げておるわけであります。連合、686万人の組織であります。686万人というと、それはそれで大きい組織ではありますが、この連合の中に集う組合員だけではなくて、いやむしろその外側にいる雇用労働者、あるいはこの社会全体の中で額に汗して一生懸命働いている人たちの思いを代弁して、その人たちのことを考えて政策を実現をしていく、あるいは支え合い助け合いの運動を展開していく、そういう存在でなければならないと、このように考えているところであります。猿年から鳥年、去る者は追わずという言葉がありますが、私たち連合運動は去る者も引き止めて、去ろうとする者も引き止めて、取るものを取る、取りに行くという、この取り年にしていきたい、このことを少し語呂合わせダジャレではありますが、申し上げておきたいと思います。世界に目を転じますと、分離だ、分断だ、あるいは自分さえ良ければいい、そういった風潮が世の中を覆おうとしています。私たち労働組合連合はやはり徹底的に話し合って、お互いに力を合わせて社会を発展をさせていく、そういった運動に邁進をしていきたい、そのことを申し上げまして、一言の新年のご挨拶とさせていただきます。今日はどうかごゆるりとお過ごしをいただきたいと思います。どうもありがとうございます。改めまして皆さん、新年明けましておめでとうございます。ご紹介をいただきました厚生労働大臣の塩崎康久でございます。働き方改革に関しては実現会議で、これは神津会長にご参加をいただいておりますけれども、働くことを軸とする安心社会を実現しようという連合の考え方と私たちは同じ方向性を向きながら、一緒に今この計画を3月末に向けてまとめようということでやっております。我々としても努力をしてまいりたいと思いますので、今年も連合の皆様方には格別のご支援賜りますよう お願い申し上げてご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。皆様、明けましておめでとうございます。本日はですね、交換会にお招きをいただきまして誠にありがとうございます。日本のですね、産業界の競争力の一番大きなものは毎回申し上げておりますけれども、本当に良好なですね、労使関係にございます。お互いに抱えている問題をお互いに考えて解決していく、これがですね、日本の労使関係のすごく健全な部分でございますし、これが日本の経済の発展を支えてきたと私は確信しております。そういう面ではですね、まさに働き方改革、これをですね、連合さんと麻生が一緒になって進めていくこと、それが生産性アップにつながり、それがですね、賃金アップにもつながるというふうに確信いたしております。ぜひですね、連合さんと一緒にですね、より良い日本を築くために頑張っていきたいと思います。皆様、明けましておめでとうございます。安倍総理の言う働き方改革、塩崎大臣もチャレンジをすると言われた、大変ありがたいことです。社長が辞めても大切な娘を亡くした後では何にもなりません。長時間労働の是正は何よりも急がれます。残念ながら政府の出されている法案はむしろ逆で、長時間労働を助長するのではないか、そのリスクを心配しています。
長時間労働を是正するのか、それとも助長するのか、規制を強化するのか、緩和するのか、しっかりと働く者の皆様方の立場に立って、この国会で堂々と論戦に臨んでいきたいと改めて思っております。どうか連合の皆様方にはたくさんの政策提言、そしてさまざまな経験からなされた知恵をいただき、今年も共に同じ目的を見て歩いていきたいとお願いをさせていただきます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは私が1、2の3と申し上げましたら、ご登壇の皆様、そして会場の皆様もご一緒によいしょのお声がけで鏡開きをお願いいたします。それではよろしいでしょうか。働く人たちの幸せを祈念して、1、2の3、よいしょ。ありがとうございます。それではご登壇の皆様、恐れ入りますが今しばらくそのままでお待ちくださいませ。連合運動前進とお集まりの皆さんのご多幸ご健勝を記念して乾杯。本日は2017連合新年交歓会に多数お集まりいただきましてありがとうございました。今から30年前の1987年に新前川レポートというのが出まして、そこで1800時間労働を実現しようというのが政労使で合意されたわけです。今もう一度見直しの時期に来ている、原則40時間ではなくて最長労働時間についての規制をかける必要があるし、それから勤務間インターバルと EU でやっている仕組みを日本で入れる必要がある、こういうふうに思っています。今年はそういう意味で、この30年前に掲げた理想をもう少し現実のものとして一歩進める、そういう課題にも連合は取り組んでいきたいと思っております。いずれにしても今年1年連合としても課題の解決に一歩一歩、努力していきたいと思いますので、ご参会の皆様方のご協力ご支援をお願い申し上げまして、簡単ではございますが中締めのご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。